今日は、PlayStation 4と5で、2022年3月4日に発売された、グランツーリスモ7に収録されている、カローラトレノ 1600GTA ベックス、通称86について紹介するんだぜ。グランツーリスモ7は、ハンドルコントローラー、通称ハンコンと、マニュアルシフトコントローラーがあれば、実際に運転しているように感じるんだぜ。86は、1995年から2013年まで、週刊ヤングマガジンで連載していた、漫画イニシャル D で、主人公藤原拓海の愛車で紹介され、その後、実写も大人気になった車なんだぜ。以下は、グランツーリスモ7での紹介文だぜ。トヨタの主力車種カローラスプリンターは、1983年5月のフルモデルチェンジで駆動形式が FF となった。しかしその中で唯一、スポーツモデルだけが例外的に FR を採用し続けた。これこそが AE86 型カローラレヴィン、スプリンタートレノ、いわゆる86である。86は最後のライトウェイト FR として、すぐさま人気を集めた。ボディは3ドアハッチバックと2ドアハッチバックの2つ。両車の違いは主にフロントマスクで、カローラレヴィンが横山グリルに角目ライト、スプリンタートレノはグリルなしでリトラクタブルライトを採用していた。搭載エンジンは、新開発された 1.6 リットルの 4AGU 型直列4気筒 DOHC。DOHC のメリットを活かすためにエアフローメーターを取り払い、圧力センサーで燃料を散出する、EFID エレクトロニックフュエルインジェクションドラッグを採用、さらに吸気ポートには可変吸気を行う、TVIS、トヨタバリアブルインダクションシステムを備え、最高出力130馬力、最大トルク 15.2kg フォースメートルを発生した。実際の走行では動力性能は驚くほどではなかったが、軽快なエンジンの吹け上がりと、抜群に気持ちがいい鋭いレスポンスがあった。操縦安定性も決して限界が高いとは言えないが、逆にそれを利用して姿勢を自由自在にコントロールすることが可能だった。FR ならではの車との一体感が存分に体感できたのである。同時期に同じようなスペックを持つライバルは存在したが、86はその走りの楽しさ、気持ちよさで大勢の車好きに愛された。その後現在に至るまで、性能の高さを誇る車は多数出現したが、86ほど多くのファンに長い間愛された車はないだろう。グランツーリスモ7での、86トレノの入手条件は、ユーズドディーラーにて販売している時があるんだぜ。中古車ラインナップが、毎日更新されていく予定なので、随時チェックして、売り出されるのを首を長くして待つんだぜ。そのまま運転するのも楽しいけど、グランツーリスモ7では、好きに改造した車を運転するのも楽しみ方の一つだぜ。改造は、馬力を上げたり、曲がりやすくするチューニングショップ、車の色、ホイールなど外装を変えたりする GT オートの2種類があるんだぜ。チューニングショップでは、様々な改造ができるんだぜ。改造は、スポーツ、クラブスポーツ、セミレーシング、レーシング、エクストリームに分かれていて、スポーツは12パーツで合計217万5000クレジット。クラブスポーツは14パーツで合計553万5000クレジット。セミレーシングは14パーツで合計1369万クレジット。レーシングは22パーツで合計2275万クレジット。エクストリームは7パーツで合計1655万クレジット。エクストリームには、新品エンジン、新品ボディがあるが、これを買うと改造が元に戻ってしまうので、除いた改造費は、総額で、6070万クレジットになるんだぜ。GT オートでは、130種類のホイールや、600種類のエアロパーツ、オイル交換や洗車に加え、オールペイントや、カラーリングも自分好みにカスタマイズできるんだぜ。まずホイールなんだぜ。BBS のホイールは、33種類。レイズのホイールは68種類。OZ レーシングのホイールは29種類。ワークのホイールは28種類。横浜ホイールは60種類。円形のホイールは44種類。アメリカンレーシングのホイールは2種類。モテジレーシングのホイールは10種類。KMC のホイールは4種類。林レーシングのホイールは1種類。スプーンのホイールは1種類。全部で11メーカーのホイール280種類があるんだぜ。また、ワイドボディにすることで、ホイールもそれに合わせることができるんだぜ。続いて、エアロパーツなんだぜ。フロント部分はタイプ A の1種類。サイド部分は、タイプ A とタイプ B の2種類。リア部分は、タイプ A とタイプ B の2種類。ウィング部分は、タイプ A とタイプ B カスタムの3種類。その他、レーシングアイテムとして、ボンネットピンが、タイプ A とタイプ B の2種類。
牽引フックが、タイプ A とタイプ B の2種類。ロールゲージが、タイプ A、タイプ B とタイプ C の3種類。フロントグリルが、タイプ A、タイプ B の2種類。ライトバルブも5種類の中から選べるんだぜ。自分好みにカスタマイズした車を運転すると、とっても楽しいんだぜ。その他、グランツーリスモ7ユーザーが公開している。コンテンツがあって、自分の車に反映することもできるんだぜ。イニシャル D 仕様に仕上げたスタイルなんかもあるみたいなんだぜ。グランツーリスモ7では、運転する以外にも、2500箇所以上の撮影スポットで、こだわりの写真を撮る楽しみ方もできるんだぜ。運転しても、見るだけでも楽しめるんだぜ。愛車遍歴で、86トレノを所有した有名人は、ドリキンことレーシングドライバー土屋圭一、アーティストガクト、イニシャル D 作者漫画家重野修一、イケメン声優三木真一郎が乗ってたらしいんだぜ。86トレノを実際に買おうとすると、新車購入価格が、GT で130万円、GT Apex でも160万円だったのに、中古車検索サイトグーネットで調べると、2022年4月時点で、最高値が850万円と、新車より高くなってるんだぜ。ガソリン代、税金、保険等の、年間1万キロメートル走行時の維持費の目安は、30万円ぐらいだけど、35年以上経過している車は、維持費以外に修理代もかなりかかりそうだぜ。それを考えると、グランツーリスモ7で運転を楽しむのに必要な機材は、グランツーリスモ7、プレイステーション、ハンドルコントローラー、マニュアルシフト、テレビまたは液晶モニター、これらを揃えるのに、だいたい12万円。年間の維持費や修理代もかからないので、実車を所有するより、コスパがいいんだぜ。ゲーム中なら事故っても平気だから、ガンガン走り込めるんだぜ。86トレノに関して、まだ知られていないことがあるかもしれないので、この辺は、ぜひコメント欄でも、意見が欲しいんだぜ。以上で、86トレノの解説はおしまいなんだぜ。感想や指摘、意見などは、気軽にコメントくれよな。マリサのグランツーリスモの知識はまだまだだ。俺が教えてやる、という人はチャンネル登録をして、マリサをどんどん鍛えてくれよな。今後も、グランツーリスモ7には、400車種以上収録されているので、紹介していくんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。